で、まあ、西投手のね、うん、まあ、本当好投を期待したかったんですけどもね、はい、まあ、これからチームがどんどん巻き返せるようにと思うんですよね。いや、まあ、どんな強いチームに勝てても雨には勝てませんからね。まあ、そうですよね。そういうことですよね。もうこうなったからには ね、 ね、もう気持ちを切り返しました ね、 来ましたね。やっぱり宮崎でしたね。やっぱり宮崎選手ですね。誰か多分一緒に行こうって言ったのを裏切られましたね、これ一人で走って、さあ三塁キャンバスを蹴って、場内からも拍手来た。ヘッドスライディング来ました。いいユニフォームなのにもう真新しいユニフォームをね、ほらほらほら、あの辺か、ね、いやでもね、はい、宮崎選手ね、うん、まだ分かってないね、はい、これやるとき靴脱いでいかなきゃいけないんですよ。なるほど。アップシューズもびしょびしょになっちゃうんですよ、うん、あ、なるほどね、話でいかなきゃ。そうですね、リプレイです。リプレイね。ちょっと、あ、ちょっと滑りましたね。ちょっとね、ビビったね。ねヘルマンコール出てますよ。すごいですね。まあでもね、はい、開門して1時間、いや、ね、待ってくれてるお客さんいるんですから ね、 そうなんですよね。やっぱこういうのはね、はい、いいことだと思いますよ、ね、はい、もっとね、どんどん下山講師とかも出てきていいと思うんですよね。ほら、光も行きゃいいんだ、選手会長、ね、ほらほら、まあ出てくるならば宮崎選手が筆頭だろうなって話も、ね、言ってましたもんね、我々もしていたんですね。ほら来た、ほら来た、選手会長も出てきました。そうそうそう、こういうのをね、各ポジションで滑れそうそうそう、行った行った、原拓も行った。さあ、原拓也も行きましたよ。はい、後から行く方がどんどんプレッシャー感じますからね。お前さん、先ほどですね、俊太選手へのコールもありましたね。さあ、伊藤光選手のスライディング見事、びしょ濡れです。さあ、この後は誰、足立、原拓也選手が来ました。今見ましたね、見えましたね。ナイスライディング。さあ、島田選手、島田正しい、靴脱いでるでしょ。本当そうだ、島田は正しい、ね、あ、そして足立選手見ます。スパイクが、ね、脱いでますよね。はい、いいんですよ、こういうのをしてね、はい、怪我してもどうするんだって言うんですけど、はい、やっぱりお客さんはね、こういうのをそうやっぱ見に来ているわけですよね、うん、はい、中止になってるわけですから。これでもいい絵が撮れましたね。あ、そうですね、本当に、あ、何でも使えますよ。本当そうですよ。大前さんも行きますか。北川さん、これちょうど来てます。いや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 、はい、僕は、ね、いやでもね、あの一番グランドに近いのは狭間さんですから。あ、行くな。いや、でも行ってもお客さんわからないです。あ、そっか、お客さん誰だこいつになります。残念だけどもね。